R-73 はソビート連邦の B インピル機械設計局で開発された短距離空対空ミサイルである。北大西洋条約機構で用いられた NATO コードネームでは A-11 アーチャーと呼ばれた。R-73 はソ連戦闘機に装備される短距離空対空ミサイルとして 前任の R-60 を代替するために1973年に開発が始められ、1985年に最初のミサイルが収益した。R-73 は前任の R-60 と同様に赤外線ホーミング方式を採用しているが、シーカーの冷却方式はペルティエ素子による熱伝効果を利用したものから、窒素による ジュールトムソン効果を利用したものに変更された。搭載されるマーク80シーカーはアンチモンカインジューム素子を使用しており、中赤外帯域に対応し、全方位光線能力を実現している。ロックオン距離は8から 12km である。また、視野角は中心線プラスマイナス45度とされたほか、機体側の赤外線操作追尾システムやシッチェル。 すらなどのヘッドマウントディスプレイとリンクすることが可能となっており、これによって実現されるオフボアサイト射撃能力は非常に先進的なものであった。このシーカーはウクライナのアーセナルが開発し供給してきたが2014年ウクライナ騒乱の影響による金融からロシア国内メーカーにより代替品が製造され使用されている。近接新幹にはレーダー式のものと 衝撃進化が装備され、弾頭には RDX 爆薬に劣化ウランとアルミニウムの断片を加えた連続ロッド弾頭が搭載された。翼構成としては1列目に、迎え角検出用のセンサーである小さい羽二2列目に固定式の安定翼、3列目に全誘導式のカナード翼、その後ろに尾翼が設けられており、尾翼後部には、 ロール制御用のエルロンが取り付けられている。全部のセンサーと2枚の翼はカウンターウェイトとしても機能しており、この効果で20度の向かい角での飛翔が可能となった。また、水力変更制御能力との組み合わせにより、最小旋回半径がサイドワインダーの約1、2という極めて高い機動性を獲得、ミサイルは 12G で軌道を行う空中目標への対応を可能とした。 これらの特性から R-73 の性能は同時期に西側諸国で使用されていた第3世代サイドワインダーに優越するものと信じられている。これは AS ラムや Iris-T AIM-9X AM-5 のようなサイドワインダーの後継機種の開発を促すことになった。R-73 は m 2 3後期型 m 2 9 スマイナス27、スマイナス32、スマイナス35に使われているが、回収を施したミグマイナス21、スマイナス24、スマイナス25と中国の J マイナス10でもこれを運用することができる。また、ミマイナス24、ミマイナス28、カマイナス50、52のような攻撃ヘリコプターにも装備可能である。 後継ミサイルとして K-30 が開発されて、いたが事実上中止され、K-74M2 の開発に注力することとなった。1996年2月24日、レスキューブラザーズの操縦するセスナ337-2機が、キューバ空軍のミグ -29 から発射された、R-73 により撃墜される。 キューバ系米国人3人とキューバ人永住者1人が死亡した。エチオピア・エリトリア国境紛争においては、エチオピアのス -27 とエリトリアのミグ -29 においた R-60 と合わせて使用された。2008年3月18日、アブハジアにおいて、グルジアのヘルメス 450UAV が、ロシア空軍のミグ -29 から発射された。 R-73 により撃墜された。青が運用国。赤では退役している。ありがとうございます。